1分でわかる朝原彰晃の生涯。朝原は、宗教団体オウム真理教の代表で、日本有数のテロリストです。熊本県に生まれます。大家族の貧しい家庭に育ちます。全盲ではなく弱視だったにもかかわらず盲学校に入学させられ、不満を持ちます。東大受験に失敗。結婚。鍼灸院を開業します。薬を詐欺師、逮捕。ヨガ教室を立ち上げます。宗教団体に変更。ダライラマと会い、勧誘の広告に用います。ハルマゲドンを予言し、多数の信者を獲得。信者の事故死を隠蔽。教団に批判的な弁護士と家族を幹部の手により殺害します。選挙で惨敗。サティアンを建設。武装化を開始。幹部に指示し化学兵器サリンを生成させます。地下鉄サリン事件。逮捕。裁判は、途中から全く無反応になります。死刑執行。